打たれ強い選手だなというものは感じますし、ネリーに対して何もさせずに勝つという、うん、そういったところを、えー、この試合のオファーを受けたとき、そして決まったときの気持ちというのを改めて教えてください。色目チャンピオンからお願いします。はい、まずこの試合が決定するにあたり、あのまず、えー、こちらがチャンピオンということで、あの選択する。 えーまあ、範囲が広いということで、まあ、会長と相談して WBC の,、まあ、の締め名挑戦者である、えー、ルイス・ネリーと戦うことを決めました。えー me

最強のボクサーと戦うことを望んでいます、えー、井上選手は今、えー、最強の選手と言われています、えー、私はそのためにモチベーションを高くしておりますお互いのボクシングの印象もう少し具体的に特に相手のストロングポイントだと考えている部分そのあたりを聞かせてもらえるでしょうか井上選手からお願いしますそうですね、うん まあ、それはこれからちょっとこう自分の中で固めていきたいなと思いますけども、あの、まあ一発のパンチ力はもちろんあるなという印象は受けますけど、まあそれより、まあ映像を見てる限りすごく、あの、打たれ強い選手だなというものは感じますし、あの、まあそういったところを、あの、ストロングポイントで上げるならば、そこかなと思います。 Eh, he seguido de cerca su carrera. Es un peleador muy rápido. Eh, es, es fuerte. Eh, estamos eh, trabajando para buscar la manera de hacer una buena pelea. Tiene mucho talento, entonces. Tiene muchas cualidades. 井上選手の印象はあの輝,かしい輝かしいキャリアを持っており、えー、スピードがあってパワフルで、えー、いい選手だと思います。えー、私たちはあの各自いい試合をするために、えー、練習に励んでいます。えー、彼はタレントがありあの、たくさんの長所を持っていると思います。 私は井上選手を恐れてはいません、たあのリスペクトはしています今、目の前に4本のベルトがずらりと並んでおりますけれども、この4団体の世界王座を一っにかけた防衛戦という意味では、またキャリアの中で新しいチャレンジかと思いますけれども、この点についてはまた違うモチベーションというのは感じる試合なんでしょうかまあそうですね、4団体の、えー、チャンピオンとして、ふさわしい試合をしたいなと思いますし。 あのー、このネリーに対して圧倒的な差で勝つことができたらまた自分のキャリアの中でステップアップできると思うので、あのー、そういうういできるように頑張りますそしてルイス・ネリー選手にはこれまでもビッグマッチの経験をお持ちですけれども今回の一戦自分のキャリアの中でどういう意味を持つ一戦になると考えていらっしゃるか聞かせてくださいです。うですね。 Hasta えー、私にとっては、えー、この試合あの、私のキャリアの中で一番重要で一番大切な試合となります。えー、私は12年のキャリアを持っていますどのようなファイトであの、日本、世界にインパクトを残したいと思われているでしょうか、教えてくださいでは井上選手からお願いします。 はい、えまずは、えー、この試合に勝つことが、えー、大前提ですけども、えー、その内容的には、まあ、まずはこのネリーに対して何もさせずに勝つというそういったところを目指してあと2か月挑戦していきたいなと思ってます。 いい、eh, eh, いい試合をしたいと思います。Eh, 私の、eh, 最良ティファーナから日本にやってきましたが、eh, 勝つためにやってきました。Eh, メキシコ人ボクサーの中でも最強であることを印象づけたい試合にしたいと思います。